長田湖の野営に近づくんじゃないよ。猛虎に奪われちまった。美濃は無事か？まあね。その代わりお坊様が連れてかれたけど、でもあのお方がいなけりゃどうせのたれ死ぬ。御坊が生きておればここへ連れてまいろう。しばし待っておれ。幾人が毒を。嫌だ、お前の話は聞かん。弟は村で一番里い子だったんだ。それなのに猛虎のせいで変わっちまった。もう安全だ、どこかへ逃げろ。ここは安全、悪い人はいないよ。
なんだよ。もし腕に覚えがあるならば、こっちへ来い。戦いたいのか。さあどうかな。あんたは猛虎の敵か味方か。敵だ。それだけ知れば十分。侍がまた来た時のために修練場を作ったんだ。来たのは猛虎だったかな。稽古していくか。全ての灯籠を素早く射抜くだけだ。馬上から幾人もいてきた。灯籠など造さないな。当てりゃいいだけじゃない。速さも肝なんだ。いつでも弓を取れ。初めにやってくれよ。早く冬が来ないかね。少しはやるようだ。そうだな、的を侍だと思え。肝を冷やしました。万兵の数が多いな。足がここに残ります。何かあれば合図を出します。それか、そうだ、猿の真似。答えよ。武士が進むべき道とは何だ。一人前の男として酒井家を守り。それは父の言葉であろう。己の答えを申せ。情け、弱き者のため力を振るうことです。それが誇りというもの。叔父上、どうしよう。
独者の改造を見つけた。これでよし。あやつらに破られるのも一興。いずれ見つかる。父という過ちの匂い。ありました。ああ、行くぞ。間に合ったか。よくやった。すべてあるな。しばらく海路を調べさせてくれ。それから出立だ。あしらの前に着いた人は乗せてやったが、船はもういっぱいだ。余計な荷を捨てたとしてもせいぜいあと一人分ってとこだな。ケンジ、備えはもう立ちます。時期だ。あとはお前だけ。仕事ができて楽しかったぜ、あんたとな。俺もだ。本当に乗らない？酒樽に隠れちゃえばいいんですよ。酒井様はお尻が小さいですし、油でも塗れば。遠慮する。まだやることがあるのだ。ではこれでお別れですね。うまい酒を取っておいてくれ。またいつか共に飲もう。喜んで。フグ、何か忘れ物ですか？あっしの両親をね。恩返しがまだだった。船に乗れ。でもケンジ様、早く行け。代わりに足が乗るぞ。よく心を決めたな。足は何とでもなりますから。でもフグはそうじゃない。これでいいんです。もしや足とお別れできると思っちまいました？逃げられなかったな。一杯飲みますか。息のクロードに。その名は忘れちゃいましょう。Thank you.
どうすりゃいいかな。困っておるようだな。何があった？猛虎に家を焼かれた。家を建てるか野宿するしかない。頼りになる身内はおらんのか？身内は一人もいない。トトもカカも15年前に死んだ。以来一人で生きてきたから、また一人でどうにかするんだ。ああ、不憫だと思わないで。辛いのは皆同じだ。今は材木がなくて辛い。少し分けてやろう。いいのか？それなら家を建てることにするよ。また猛虎に燃やされなきゃいいけど。その時は力になろう。お主の家楽しみだ。ああ、ここには建てない。木を集めてただけだ。でもありがとう。後で持ち帰る。さあ、どうなるかな。死に背いたな。皆に伝えよ。お前の名は志村仁、将軍様の御家人である。わしの息子だとお断りいたす。俺は玄人だ。
まあ、いいんじゃないか。からは離れない。あおかのことは他の連中に任せよう。
雲だ。Der Mund beißt das Land. Der Mund beißt. Der Mund beißt das Land. わらべのように鏡を折って父の仇どものため己を恥ずかしめるか。おい、うどん口を張るな。Тэд нээс мултарч чадахгүй. Ой, өдөөг их ца хар.
柱は家に小便をかけた男を殺したらしいぞ。少し違うな。そいつはひどく酔っ払って女の多さは嫌だって大声で叫んでな。柱も痛めたんだが、船座の津の近くには船の残片で作られた集落があるそうだ。覚えておこう。人が住んでおるのか。ああ、社会の襲来について語る奴もいるらしい。社会の襲来だと。ぜひ聞いてみたいものだな。猛虎に下るって言って探しに出ちまった。裏切ったのか。いや、大鷹の毒があるだろ。幻が見えるっていう毒だ。それを試してみたいんだと。生き残るためならどんな手を使わないで。ずっと騙されてばかり。うるさい。だからあんたを海の底に沈めたのか。そして息のクロードは般若の伊予に目くばせをしたかと思うと共に歌い始めた。伊予はクロードを殺したのか。二人は密。出会いながら、よもすがら。いや。
まとう岩羽も
静けき水に思い静まり。しばし座りましょう。力は我らの周りにございましょう。お優しいこと。元服されてもまだ岩にはなれるのですね。槍川の陣、まさか来るとはな。何があった？ここに住んでた友人だ。仲間にしようと思ったが、猛虎に先を越されちまった。せめて埋めてやろうと思ってね。少し待て。手を貸そう。知らない奴だろ。構わん、桑をくれ。好きにしな。来世では幸せにな。仏教を知っておるのだな。ああ、見くびるなよ。仲間に引き合わせるという話、心を決めたか。うん、さてね、毒はまだ回ってるんだよな。ああ、しかし大事ない。仲間のもとへ連れて行け。俺が皆を特進させよう。はあ、こりゃ参った。先は長いぞ。遅れるなよ。どこへ向かう？俺たちの隠れ家、かつては侍から、今は猛虎から守ってくれてる。侍を連れることに心がかりは？そりゃあるが、人では多い方がいいだろう。隠れ家では気をつけな。堺の襲来以降、侍の嫌われっぷりときたら蛇でも歯が立たないほどだ。堺の襲来だと？あの人斬りは島に秩序をもたらせると思い上がりやがった。手向かったか。いい連中が大勢死んじまった。侍への雑言を聞く耳は持たんぞ。海賊とつるむんなら慣れておけ。この先に隠れ道があるんだ。猛虎、道が見つかった。あんたのお手並み拝見といこう。ネギュンベン、やるね。戦慣れしてる。
道が塞がれておる。不可の計らいだ。もしよそ者に見つかったら、入り口を塞いでそいつらを殺す。一人残らず。仲間の客には寛容であればよいが。楽しみにしておこう。他の入り口は？確か海辺に。だが幼い頃に使ってたもんだ。残ってるかな。行ってみよう。こやつは幾人を殺したのであろうな。息に渡った父の老頭、寝込みを襲われ喉を切られ、血だまりの中で死んでおったぞ。黙れ。ジン、どうした。いや、大鷹の声が聞こえた。心の内で聞こえるのか。ああ、俺が計らずも頭に浮かべた言葉が大鷹の声で。そりゃ辛いな。この道、武士では見つけられんわけだな。侍から免れた唯一の砦だぜ。猛虎も見つけられまい。渡れねえ。常に道はある。お侍は言うことが違うね。よく滑る口だな。褒めてくれんな。やるな。俺にも一つくれ。これはな、贈り物なのだ。亡き友からの。悪いこと聞いた。まあ気にすんな。他を探せ。お主も登ってこい。鮮やか。もう子供、俺たちの船を狙ってる。友人か。友人とは呼ばないが仲間だ。隠れが。これで4艘の船が沈められた。ここを通れるはず。とはどこであった。思いがけず酒井殿の宿でな。酒井砦でか。ひどい飯だった。首はつながったまま帰れたが、他の客は全滅だ。間もなくだ。こやつは罪人の巣へと引き込むつもりだ。殺されるぞ、愛しい父のように。門を通れば引き返すことはできない。あんた次第で俺も死ぬ。肝に銘じておけよ。いらぬ心遣いをするな。後悔はさせん。よし、その様子なら心配ないな。離れるな。あと太刀も抜くな。あんたは黙ってりゃいい。心しろ。天蔵、戻ったのか。
そいつ侍じゃねえか。頭に伝えるから待ってろ。いや俺が行く。仕事に戻れ。侍、悪さすんなよ。深に気に入られろ。そうすりゃ周りもおとなしくなるさ。もし子孫じたら、縛られて海に落とされたやつもいれば、船に吊るされて鳥に食われたやつもいたな。侍だとどうなるかね。この者ら、こいつらも毒を盛られて病んじまったんだ。天蔵、汚れてない布はあるかい？俺の着物を裂いて布にすればいい。陣行くぞ。深が待ってる。お主の家か？貸してやってる。深だ。悠々と見下ろしてら。天蔵、さっさと上がってきな。今行く。いいな、笑顔だ。侍の矜持は忘れろ。どういうつもりだ、天蔵。なあ、聞いてくれ。聞くとも。ほら、なぜ侍なんかを私の家に連れたのか言い分けてみろ。戦えるやつを探してただろう。私らと共に戦えるものだ。その首が狙いなら党に取っておる。ジン、お前は黙ってろ。この侍の弁明楽しく聞けそうじゃないか。もう子供は対馬にも襲来してきた。今大高を息で止めねば、あやつの毒でさらに蹂躙されてしまう。共に大高を倒し故郷を守ろう。力を貸してくれぬか。天蔵、お前の客だ。何とか言え。助けになるか、または猛虎の槍に突かれるか。死んだとしても侍を殺したと自慢すりゃいいさ。俺たちに失うものはない。よし、よくわかった。お前船に酔うか。次の大風の時、総掛かりの船で猛虎の戦船を襲う。仲間が命を落とすだけだ。俺が船に乗り込み沈めてみせよ。天蔵、こいつたわごとを抜かしてるぞ。いや、一理ある。俺たちじゃ戦船に近づけないだろう。だが数日おきに島から出てる補給船なら。その船を奪い戦船に乗り込めばよい。なるほど、うまくいくと思うならお前に任せる。男手が欲しい。陣も含めてな。いいだろう。補給船は島の北東に止まってる。崖に囲まれた入り江を探せ。そこで会おう。深、恩に着る。足を救われないようにしな。その鎧、よもや唾で磨いてないだろうね。
あれが来る。そこら中に道はわかるかい？どこへの道だ？雲煙寺への道さ。そこでは太田家族が飯と寝床を支度してるんだと。猛子どもに慈悲はないぞ。その寺を見つけ、ざれ言を広めるのを止めねばな。戦は時期に終わる、そのはずだ。かつて猛虎がかすむほど恐ろしい敵がいました。